国家は発生過程において骨組織が作られることを示す。正常な国家は膜内国家及び軟骨内国家に分類される。体制器における神経体細胞に由来する。未分化肝用細胞が骨芽細胞に分化し、類骨、骨小柱を経て骨細胞となる。これを膜内国家という。 骨芽細胞は複数の骨下中心で骨様組織を合成、分泌して骨様組織の無機質沈着が起きる。そしてその骨芽細胞は、小空に閉じ込められ、骨細胞になる。前頭骨、頭頂骨、後頭骨、側頭骨、頭蓋管を構成する、扁平骨、下顎骨の一部、鎖骨などがある。イコールの外骨格に由来するものと考えられている。 軟骨内骨化の過程上の方が軟骨である。耐性思春期におけるガラス軟骨が骨組織に置換されることを軟骨内骨化という。椎骨、四死骨などがある。すなわち耐性期は軟骨で骨格が作られている。軟骨性骨化によってできる骨は軟骨小骨と呼ばれることがある。細胞レベルで見てみると次の現象が起こっている。軟骨細胞は肥大化後。 やがて細胞死する。細胞死中の軟骨細胞は、破骨細胞に取り込まれて処理される。軟骨細胞がなくなった部分には、骨が細胞が骨気質を分泌して骨を形成する。成長期では、軟骨細胞が破骨細胞に吸収される、速さと骨が細胞によって石灰化していく速さが等しく、動的平衡を保っているため、身長が伸びる。ホルモン異常により、 思春期を過ぎても国家が続く場合があり、末端肥大症や巨人症を引き起こす。異所性国家は、本来骨形成の起こらない、南部組織に認められる骨形成の総称で、異所的骨形成とも言う。骨組織以外の筋肉、腱、人体、臓器に骨形成が起こることは、古くから知られ、実験的にも骨誘導研究が続いているが、そのメカニズムには、 未だ不明確な部分が多い。臨床的には、脊椎の人体に国家が生じ様々な症状を、呈する後立て人体国家症、黄色人体国家症が多く見られ、重要視される。この他、幼少期に発症する、進行性国家性筋炎、外傷後に見られる、外傷性国家性筋炎、関節周辺の外傷後に見られる、異所性骨化、人工関節置換術後に見られる。 関節周辺の異所性国家などが問題視される。また腫瘍や、その類似疾患としては、軟部骨肉症ステサールコーマオブザソフトパートなどがある。国家性筋炎のうち、外傷性国家性筋炎トラウマティックオシファイング、ミオシタスは、外傷後国家、ポストトラマティックオシフィケーションともいい、骨折時や関節が高度に損傷した時に起こる。関節法。 骨膜が骨から剥離し、そこに生じた血脂から骨化が発生する。小児の肘関節の脱臼骨折に多く見られる。また骨折手術後における過剰な機能訓練でも見られることがある。いずれの場合も、関節を十分に安静に保ち、局所の血脂形成を最小限に抑えることが必要となる。スコット・ F ・ギルバート、ギルバート発生生物学、アガタ・キヨカズ。 高橋敏子メディカルサイエンスインターナショナル2015年 ISBN 978から4から895928052田立夫、小沢栄子、高橋栄明、田中久志、中村博之、森悟氏、新骨の科学茨く出版2007年 ISBN 978から4から263456095ありがとうございます。